はい、どうもタイガです。お疲れ様です。ですね、皆さん。はい、決まりました。ゆきんこ、育てます。前回の情報でですね、各苦手だったキャラたち、ゆきんこアンチだったキャラたちとの相性を緩和されたんですよね。でですね、カエル剣士でゆきんこ見ようとしたんですよ。この前、ゆきんこリーダー来て。で、カエル剣士自分そこ振るじゃないですか。究極なんで、出したんですよ。したらですね、カエル切りが終わったカエル剣士、ユキンコにぶっ殺されました。で、雪だるまのダメージ普通に入るのね。ちょっと軽減入ってるかもしれないけど、普通に狩られたんですよ。確かにカエル切りで飛んでくれればいけるんだけど、飛ばなかったら無理だなみたいな。飛ばなかったら狩られる。あれ、ユキンコアンチいるってぐらい今結構熱くないかと思って。で、しかもですね、レドラとかもそうなんですけど、他の大型もそうですけど、横差しできるんですよね、ユキンコって。そこはやっぱすごい優秀だなと思って。で、今これ、今回ですね、ユキンコの D1 をやるんですけど、ユキンコ D1 やったら次 D0 いけるんで、あれ、ユキンコありだな、みたいな。はい。なので今回ユキンコやっていきます。よかったら皆さん最後までぜひご視聴ください。そして、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。それでは、やっていきます。はい、それではやっていきます。皆さん、ハーゲンダッツって何味派ですか？ちなみにハーゲンダッツだったら自分は抹茶派です。他のもの、ストロベリーと抹茶とバニラしか食べたことないんですけど、抹茶がすごい好きですね。で、ただやっぱり自分はハーゲンダッツの中では、カップじゃなくて、なんだっけ？なんてやつだっけ？名前が出てこない。クリスピーサンドが好きですね。あれすごい好きなんだよな。あ、これやべえな。どうしたというと、これベビーマジ重いな。まあいいか。3倍は勝ちたい。もう血糖値見えた瞬間に5しちゃった。血糖値強いからな。よし、やっていこう。ラビ2体。ラビ、チビクロ。やば。でも結構苦手なんだけど、それ。とりあえず。お、マジですか？とりあえずした、ミスター。そこは倒してくれたのでかいんだけど。そこからじゃん、多分ね。うわ、ちびっくろじゃなくて、あれ優勝だな。サイクル頑張ったね、今。ちょっと寄ったわ。でもこれ倒せそうっすね、なんか。相手、ブッパにも転がりません？ちょっとぶっぱすぎませんか？チミドラに勝ってもらおうか。うん。ただでもなんかこれ落ちそうな雰囲気だな。うん？あ、くれるの？あ、ありがたいですね。なんか守らずに普通にくれましたね。ありがとうございます。それで3倍完勝ですね。ユキンコはユキンコなりの仕事したんじゃないかな。でもなんかいつの間にかられてたけど。上の方。最初に置いたやつ、トリドラのやつ。なんだろう、見逃かな。さあ、続いてやっていきましょうか。できれば、その大型を横差しするユキンコを使いたいんですよね。まあでも、横差しできる大型が来てくれると嬉しいな。さて。ユキンコブルガで何を引く？いやー、マリオネット行きたいんだけどな。大型いないとさすがにな。行ってみますか。ダブルガール。さあ、アリリンでストッチョか。太っちょは一応ハープいますね。ただキャラ数今回そこまで多くないんで、あれなんですよね。ユキンコだけで太っちょ枯れるとは思わないんで、あ、じゃあハーピーだけで太っちょ枯れない可能性があるんで、ユキンコ出してあげて、お、来ましたね。そしたらバルガ行きましょうか。来た来た、これユキンコゲーム始まるよ。
ここで抑えよう、ここで抑えよう、オッケー。前線で抑えられればブルーが行こうか。取られちゃったけど、しゃあない。こいつ抑えられれば、あれそっち行く、あーそっか、あれがあったのか。まあでもこれ多分倒せるでしょ。でもそれ多分奥行きそうだな。あ、倒した倒した、オッケーオッケー。これ行ったんじゃないですか、さすがに。で、危ない危ない。いやそれ最悪、初手で一騎打ちしてくれよ。ネズミ剣士がね、もうね無理なんですよね、ネズミ流されたら。あとハーピーしかないんで、まあ、火炎パ入れてくれればいいですけど。あー、オッケーオッケー、強い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 。ユキンコとアリンコが強い、似てるな、ユキンコとアリンコって。あ、終わっちゃう。まあいいか。うん、ユキンコめちゃめちゃ頑張った気がするわ。しかもですね、今あのユキンコの D0 を狙ってるわけなんですけど、まあ今 D1 ですけど、 D0 取るとなんか雪遊びだっけ、あれでゴーレムの雪だるま、でかい雪だるまが出る確率があるんだけど、確か。いや雪だるまがそれ冷静に強いんで欲しいんですよね。さてと、迎撃ばっかだな、攻め手が。うーん、天狗、まあいいか。サイクロプスが苦手なんですけど、ユキンコの雪遊びで横当てできるんで、うちの天狗はまだダービー1がついてないからスキル発動率が怪しい。打ちましょうか一発、取れるんじゃないですか。ネズミ下来る？ OK、そしたらパンダも下行かせたいな。パンダー、パンポンタン、パンダでも頑張ったな、タイネズミ。今のところ悪くはない流れは。よいしょ、ただ他に置いて、ここは倒すでしょ。あ、いよいよ、いよいよ、で、こう倒して、できればこう、ユキンコでやりたい。で、あとは相手の大型が何でしょうかって感じなんですけど、ただ一応ね、相手のあれ終わったんで、お、相手決断してきてますね。これうまいですね。あー、終わったけど、ここでまさかの出てくるのがそいつか。取れそう。あと一発なんだけど。欲しいな。おさ、天狗ここ行こうぜ。OK。いいよ。いいよ。頑張る天狗。まあ、こう取れるじゃん。まあ、天狗上上がってくると思うんだけど。OK、いいよ。時間はまだある。コストがないから、そこだけ。さあ、そこどうしようかな。これ、ユキンコだろう。さあダメージは入るが、ここで出てくるのクレフラ、天狗がスキル連発でもう一発でも勝てる。そこを打たなかったらダメなんだよな。あ、でも倒した。頑張れパンダ。そう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 、まあ、一応ダメージは入ったっすけどね、まあ、もう一応干渉はこれ多分無理なんで、まあ点差かなって感じ。天狗が一発で入れてくれましたね。まあまあいいでしょう。つかユキンコが強い、マジで。攻めユキンコやばいっすね。トルデュラも結構頑張ってましたけど、攻めユキンコがやばいわ、超強い。さあラストやっていきましょうか。ラスト、ユキンコがめちゃめちゃ強かったっすね。てか使いやすいんだよな、召喚数2体の割には。要はその正面からぶつけ合わなくてもいいし、横当てするし、デコイ張るし、火力高いし、範囲攻撃だし。でまあ悩みの種だったのが、そのアンチキャラがちょっと多かったなっていう印象だったんですけど、それもそれで解決してしまったので、何も文句の言うところがないみたいな。今とても使いやすいですね。
行きましょうか。虹ゴブリン、さあ2倍は勝ちたいな。勝てるかな、どうかな。さあこれ第3にゴブリン飛ばせば第2取れるんじゃないかなと思うんで、ゴブリン1体だけ投げます。これ投げたら多分ね、両方に大砲打てないと思うんで、打ってくれたらこっちも打ちます。これワンチャン取れる。 OK、 ナイス、いいよ。で上やられてるっすけど、上は攻め抜きに越しましょうか。スライム貼ってあげて、さあいい感じ。うグー強っ、惜しい。ああそれマジか、ちょっとめんどくさいな。あれできれば雪んこ使いたくないんだけどな、どうしよっかなって感じ。こっちは多分ミーだと思うんですよね。あ、両方ともミーやった。まあいいねいいねいいね、窓を倒してる。結構幸い取ってほしいな。幸い吸ってもらって、なめこに殴ってもらって、 OK、 えらい、いいねいいね。で窓騎兵後ろに、これラストっすね。窓騎兵今一瞬音が割れたら大丈夫かな。攻めたいな。ラスナーゲット使っちゃいましょうか。もうこれ攻め勝ちたいんですよね。ブルーが行きましょう。うわお、 OK 倒した。これでかいぞ。ここで魔導も倒せるでしょう。でここに雪金庫行って、攻め&守り雪金庫で5分流して、 OK、 いいよいいよ。どこでキメラ行くかですね。あとはあれも一回ゴブやられてもらって、さあゴブは耐えるんで、 OKOK ナイス。さああとはこれ干渉いけるかどうか。大砲撃ってくると思いますが、決めたらいけないのがちょっと気になりますけどね。多分いけるんじゃないかなこれ。ナイス、いいね。雪んこ強いな、使いやすいな。まあ今ブルガと大砲でフォワードラ速攻で殺したのよかったですね。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。最初にも言いましたが、雪んこ揃ってます。いや強かったですねマジで。今ちょうどイカを訓練所に入れてるんで、このイカが終わったら雪んこやろうかなと思ってます。いや雪んこね、で、すぐ金バッジ取れるんですよ。ちゃんとやろうかな。強かったな。アビさんがね、3体っていうのは化け物なんでね、もし虹バッジがね、1体増えるとか意味わかんない性能だったらね、もう速攻で取るんですけど、アビさん作るんですけど、アビリティさんちょっと作りすぎてるんで、虹バッジのために作ってるぐらいなんで、今は。虹バッジが性能、虹バッジの性能次第で、虹取るか取らないかって感じかな。いや、でも実際強い。それは大。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。よかったら皆さん、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。そしてまたよかったらぜひご視聴ください。それでは、お疲れ様です。